All right, what's up, everybody? Welcome back to more Yakuza 4. My name is Raven from the Sky. Let's do this. Oh yeah, this is what I was talking about when the explosion and the money from the skyscraper. That's how he became the loan shark. He get all the money. Not all of it, obviously, but enough to start his own company. よかったな、目撃者がいて。あの可愛い顔したお前さんの部下の子に感謝すんだな。花ちゃんのことですか。あの女すげえ必死だったぜ。雨の中ずぶ濡れになりながらここに来て、社長はやってませんってな。そうですか。秋山、これ以上金村工業みたいなクズとは付き合うな。駆け込み寺だかなんだか知らねえが、てめえみてえに誰かで構わず金を貸すバカがいると、バカから金借りたバカが調子乗って暴れんだ。これ以上俺ら警察の邪魔しないでくれよ。何が言いたいんですか。お前がゲーム感覚で金を貸すと犯罪が増えるって言ってんだよ。ゲーム感覚ですか。そうだ。今回のドンパチもお前が絡んでたってことは割れてんだ。お前が遊び半分で金村連中を煽ってっからこんなことになっちまったんだよ。杉内さん。ああ、俺はね、俺なりの信念があって金貸してるつもりなんですよ。だから金貸しはやめません。もういいですか、早く帰りたいんで。金村が死んだよ。いつ。お前がぐっすり寝ている最中だ。いいか、これ以上金村工業と上野清和会の件には関わるのよ。てめえが金村の連中に近づいたら、こっちも徹底的にお前のこと洗ってやるぞ。Chief, I finally got a hold of you. I'm so glad you're out. I thought you'd be in the slammer for weeks, months, maybe even years. Hana-chan, you know I was only there for questioning, right? They didn't actually arrest me. Whatever it was, I'm so relieved. All that running I did down to the station paid off. Yeah, you really came through for me, Hana-chan. I appreciate it. By the way, Chief, while you've been lounging around in jail, work's been piling up like there's no tomorrow. Get back to the office, now! Hana-chan, please. I barely slept a wink last night. I'm seriously wiped out here. And whose fault is that, All of that nonsense yesterday could have been avoided if you just did your job.
Don't let me down this time, Chief. We have tons of work to do.Actually, I can just take the cab to that other street. Office. I can barely remember what happens next. It's been so long since playing this. First time playing it since, what's it been, 10 years? 2012, summer of 2012. 11 years. すみません。ああ、すみません。お客さんですか。どうぞどうぞ。あの。はい。スカイファイナンスってこちらでよろしいんでしょうか。ええ。ああ、ここちょっとわかりにくい場所ですもんね。どうぞどうぞ、おかけください。はい。はい。ご融資のご相談でしょうか。まあ、あの、はい、タバコ吸ってもいいでしょうか。ああ、はいはい、どうぞどうぞ。すいませんね、接客はいつもジムの女の子に任せっきりなもんで、こういう時気が利きませんで。
すみません。はい。それでご融資の件ですが。あ、はい。それなんですが、ええ、こちら、保証人や担保なしで無制限にお金を貸してもらえるというのは本当でしょうか？無制限ですか？どちらでそのような話を？言えないと。まあいいでしょう。多分あなたへの融資を断った同業他社の方にでも聞いたんでしょうから。うちの店は金貸せないけど、あの店なら貸してくれるかもよって。どうせ他にもいろいろ吹き込まれたんでしょ。うちの店は同業の人たちにはあんまり評判良くないでしょうからね。で、おいくらほど必要なんですか？ライターお借りしてもいいですか？ええ、どうぞ。大女優。ん？ああ、いや、神室町にしては変わった名前のお店だなと思いまして。今、あなたが働いてるお店のライター？あ、いや、そうではないんですけど、以前、そのお店にお世話になっていたことがありまして。そっちの業界、長いんですか？ええ、まあ、それなりに。で、いくら必要なんですか？とりあえずいくら貸してほしいのか言ってくれなくちゃ、こっちも話のしようがないんで。1億。現金で1億円、10日以内に私に融資していただけませんでしょうか？1億ですか？はい。保証人は？いません。担保も？ありません。保証人なし、担保なし、それで現金一括で1億円ね。あんたさ、自分の言ってることの意味分かってんの？やっぱり無理ですよね、そんな話。そうですよね。すみません、私どうかしてました。この話忘れてください。お時間取らせてしまってすみませんでした。それじゃあ。ちょっと待った。貸さないとは言ってませんよ。まあゆっくりお茶でも飲みながらお話ししませんか？テスト。
以上が当店からの条件です。テストに合格しなければ融資することはできません。さっき10日以内って言ってたけど、つまりあなたすぐにお金が必要なんだよね。はい。急いでるんだよね。はい、そうです。でもテストに受からなかったら時間の無駄遣いになっちゃうわけなんだけど、どうします？それでもテストの方受けてみますか？はい、やらせてください。本当にいいんですね。私にはもう他の選択肢はないんです。お願いします、そのテスト受けさせてください。100 million. それじゃあ、明日。ご来店お待ちしてます。お名前聞いてもよろしいですか？リリーと言います。リリさんですか？それは本名？それともお店の名前？言わないとダメですか？いえ、いいです。明日のご来店お待ちしてます。Later, Mita. Uh-oh, here comes the assistant. Get down here now!
結局、新井の兄貴に連絡が取れなかった俺は一旦事務所に戻ることにしたんです。おい、誰か、誰かいないのか。失礼します。親父、親父、Oh, and just who is this? 柴田組の手先だろうよ。 It never fails. You always get goons dropping in. お前が俺の身柄が必要なんだ。 At random moments. そうだよな。どういうことですか、秋山さん。ねえ、兄さんよ。俺らの首持ってったって、上の世話が納得するわけねえよ。そうだろ？さあな。それは組長が決めることだ。おい、ここは俺が食い止める。お前は今のうちに逃げろ。え、何言ってんすか。悪いが、俺の読みじゃお前より俺の方が断然強い。今はとりあえず逃げろ。秋山さん、後でスカイファイナンスで落ち合おう。あそこなら何があっても大丈夫だ。でも早く行け。はい。ああ、これおっと、あんたらの相手は俺だ。てめえ、遊びじゃねえんだぞ。指の一本や二本じゃ済まなくなるぜ。なんだ、本職の脅しってのもその程度のもんか。今さら指とか古いんだよ。なんだと。そっちは鼻から首取られる覚悟でやってんだ。あんたらも肩に舐めてると痛い目に遭うぜ。言うじゃねえか。それじゃきっちりお前にはこっちの世界のやり方見せてやるぞ。望むところだ。仇だから遠慮すんな。しっかり弾取ったれ。
やれ！All right, let's go. I think that was the boss too.何やってんだ、てめえ。あ、やっべえな、こりゃ。秋山、お前またヤクザ相手に乱闘か、あ？今朝の忠告忘れたわけじゃねえよな。すぐ、樋口さん。まあいい。言い訳はまた署でゆっくり聞こうじゃねえか。いや、それちょっと。それに俺、これに関しては被害者だし。うるせえ、詰め子言ってんじゃねえ。覚悟、覚悟だ。はい、やべ、待て、なかなか待て、待てなさい。Oh, almost missed it. やらなかったか。命拾いしたね。ただいま。
はい、お水。サンキュー。どっちにしてもこれじゃまた警察行きだな。All right, ladies and gentlemen, thanks for watching. My name is Raven from the Sky. If you enjoyed the episode, drop a like and subscribe to the channel to see if you grow. Take care, and I'll catch you guys in the next episode. Peace out.